エディターのお魚ちゃんです。今回は何かっていうとあれを紹介したかったんです。あれを何かって言えば、はい、ミニです。ミニ、はい、まあこのモデルでね、なくなるというモデルなんですが、これの上位モデル、はい、ハイパフォーマンスモデルって感じかなというところで、 JCW、まあ、ジョン・クーパーワークスですね、はい、これはミニクラブマンのね、ジョン・クーパーワークスやりたかったんですけど本当に嘘になっちゃいました。まあこれもね、少し前、去年のどこかで撮ったんですけど、やっぱね、やるのが遅くなっちゃいまして、あちゃーって感じになっちゃいました。だけど、やっぱね、本当に変わりしながらも、本当に、速いし、すごい車です。まあ、ベースとして言えば、クーパー S っていう、ターボエンジンを乗ってたモデルがベースになってるんですけど、まあ、エンジンとしてはね、1.6 あたりだったと思うんですが、やっぱりね、本当にこれはすごいモデルだなって感じです。はい。そのところで、ね、見てもらえればなと思います。はい、どうぞ。こちらとなります。ミニクラブマン、ジョン・クーパーワークスってかっこいい車が出てきました。本当にこれも素敵な車ですよね。本当にまあかっこいいながらもやっぱね、可愛らしいところもあって、本当にここが好きなんですよね、はい、ベースとして言えば、本当に上位モデルの、まあこれが、ね、クーパー S をベースにしていて、まあ320馬力国有という結構やばい車ですよね。まあ雰囲気は男性的なんですけど、やっぱりね、どこか可愛らしいところもあって、女の子が乗ってもいいなっていう感じはあります。そんな車です。
ガソリンです。で、まあターボエンジンを乗せていて、本当にもう乗ってて楽しい、そういうゴーカートフィーリングの感じ、そういう車かなっていうところもあるし、まあ本当にクラブマンなんで、カンノンとはで結構実用性も高いんです。で、本当にね、液晶パネルが個性的なのと、やっぱりね、こういうところは結構実用的だなっていう感じはあります。やっぱこれもこれで悪くないですよね。はい。そしてこの赤いライン、やっぱかっこいいですね。はい。まあそういうデザインに関して言えば、まあ基本は共通点は多いんですけど、やっぱね、黒を共通基調としていて、やっぱりね、本当に攻撃的、そしてやっぱり楽しい、そういうデザインと、この赤と黒のツートン、そしてこのスポーティーなグリル、これがやっぱいいですよね。はい、そんなところでしょうか。
Tサイドとしてはやっぱね赤を基調としていて、やっぱりねこのラインはやっぱかっこいいなっていうのと、あとは専用のオーナメントとか、まあそういう細かいところはあるんですけど、やっぱりねミニらしさはちゃんと残ってる、そういう感じなのと、あとはホイールとか、まあそういうのがあるかなってところですかね。このユニオンジャックを模したねこのテールランプも本当におしゃれなんですよね。色として言えば8色あって、まあ、この今回の黒の他に赤とか、ね、モスグリーンとかブルーとか、やっぱおしゃれな色もあるんですよね。だからこそやっぱりね自分に合ったね車をチョイスできたらいいなって思うし、ここでもおしゃれなんですよね。はい、push all the limits with you.
として言えば4駆もあって、だいたい好きなとだいたい、そうなんですね、578万円結構幅もあるんですよね。本当に結構実用的だし、おしゃれだし、可愛いし、結構助手打てもしそうな車だなっていうのがあるんですが、残念なのはこの車実はこの世代でなくなるという話が出てきてるんです。でここは本当に残念なところかなっていうのと、まあ本国ではあのエースマンっていうカク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 した、ね、感じの車が出てきたりとか、まあ新型のスリードアミニも、ね、電動化するというかいうのもあるので、まあいろいろあるんですが、まだはっきりはしておりません。だけどまだ買えるうちにね、欲しい方はぜひ買った方がいいかなって思います。標準含めてなんですが、やっぱこの形は可愛いなってちょっと思いますね。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。はい、都合でちょっとねこの車も外観しか見ることできなかったんだけど、本当にいい車だったなっていう感じはあります。スポーティーながらもね、本当にママロンメメなんでね、本当に可愛い車なんですよね。本当にこれがいいなで、まあ次期モデルもねどこでアナウンスされてんだけど、これはなんかどっかね、本当に初代ミニオンを押させる感じかなって感じ、まあニューミニの最初の頃というかなって感じはあったんだけどね、はい、それでもね本当に進化してるし、ただその反面こちらなくなるということで、エースマっていうカクカクしたモデルに置き換わるっていう噂はあります。だけどね、これもこれでいい車だったなっていう感じはあるんですけどね、ちょっと残念な気持ち